内閣官房直属の対人工知能特務機関エイムズです。これよりリレーインテリジェンスに対し取り調べを行います。私は技術顧問の八重葉優愛、そして捜査官の不破勇だ。覚悟しろ、返答次第ではお前を連行する。不破が仮面ライダーバルカンに変身を遂行、ついに始まりました。これでもエイムズの技術顧問だからな。お任せで一貫握ってもらおう。濃い口醤油か。さっきから携帯いじってるだけじゃねえか。勝手にしろ。俺は俺のやり方で探す。分かってないな。道具は使いようだ。マギアの反応を確認。現場に急行する。操作方法の可視化のため撮影をさせてもらう。ゼロワンが進化した。ゼロワンじゃない、あれは別の何かだ。終わりだ。顔を上げろ。
人の命を奪う、破壊すべき人類の敵だ。白衣の天使だろうと暴走したら破壊する。これでお合い子だな。不安は、私はいつかお前を裏切るかもしれない。私と戦う日が来たら、その時は俺が勝つ。そうか、変身しろ。システムが負傷を少しはカバーしてくれる。なんでウルフのキーをお前が持ってんだ。ウルフといえば俺のもんだろ。笑いなんていらねえんだよ。俺に必要なのは怒りだ。デイブレイクのあの日から俺は怒りで今日まで生きてきた。怒りが俺を支えたんだ。無双人のネットをぶっ潰す。それが俺の全てだ。うわ、力ずくで外せばいいだろう。
危険な領域だ。だが、やってみせる。はぁ？なくなりかけた。今日はここまでにしよう。